新幹線500系、電車900番台。新幹線500系900番台電車。新幹線500系900番台電車は、西日本旅客鉄道、JR 西日本が1992年、平成4年に開発した、最高速度時速 350km での営業運転に必要なデータを収むするために、運用された6両編成の高速試験電車であり、 新幹線500系電車の原型となった試作車である。ただし、形式称号こそ500系900番台の車両番号が付与されているが、外見的、構造的に共通点はあまりない。また、WIN350 という愛称がある。これは、ウエストジャパン・レイルウェイ、S イノベーション・フォーザ・オペレーションアット時速3 5 0トル、 時速 350km 運転のための JR 西日本の革新的な技術開発の略である。JR 西日本の所管する山陽新幹線は東海道新幹線ほど鉄道のシェアが高くなく航空路線に対抗するため列車の速度向上が不可欠だったことがこの電車の開発の背景としてある。そのため JR 西日本では1990年 平成2年に新幹線高速化プロジェクトを立ち上げ、技術的検討を行ってきた。目標速度は時速 350km であり、その技術的検証を実車により行うことを目的に製造れた。この電車は将来量産車が500系として登場することを前提として製造されたため、形状等がかなり違うものの500系の試作車という扱いに、 なっている。そのため、純然たる試験車両として QXX 型を名乗ることはなく、また量産車とは、形態がかなり異なるため量産先行車としての5 0 0系9 0 0 0番台を称することもなかったため、歴代新幹線車両の中では唯一、試作車としての900番台となっている。一般的に在来線車両の場合、900番台の試作車は、 量産車登場後に量産車化改造などを行い、営業運転で使用されるケースが本土であるが、その開発目的の特殊性及び、外観や編成量数などの量産車とのあまりに多い、そうい点から営業運転につくことは、最初から考慮されておらず、試験を終えると500系量産車収益前に廃車となった。Win350 は、 将来の16両編成運転時に想定される、あらゆる技術的問題点の検証を可能とするため、最低6両編成が必要であるとの結論により、6両編成で製作された。また、環境に対する配慮が Win350 の開発目的の最重要項目の一つであることから、各社とも、車体形状の変更など、あらゆる仮説ができる構造としている。 JR 西日本の経営上、高速化に対するニーズが非常に大きいため、早期に営業用量産車の投入が可能なよう、未解明な技術は使用せず、すでに確立されている技術を基本に開発が行われた。しかし、将来の高速車両のための技術開発も必要であることから、翼型パンタグラフや台車へのアクティブサスペンションなどの取り付けも考慮している。機器構成も、 量産車でも同じ部品を使用することにより、設計作業を効率化し、早期の量産車投入に資するよう配慮されている。主回路制御方式は、300系と同じ G 手を再リスタ素子による、VVVF インバータ制御である。量産車では4両で1ユニットとされたが、WIN350 は6両編成であることから3両を1ユニットとした、全電動方式である。編成は、 博多方から1号車とし、500から901から500から902から500から903から500から904から500から905から500から906である。車体形状は、試験車であり、営業用には使用しないことから、高さを大幅に縮めて、車体交差 300mm としており、300系と比べて 35cm も低い。 最大幅は 3380mm で、高さよりも幅の方が広いという平たい車体である。ただし、車体高さによる影響を調べるため、屋根状に模擬屋根を仮設することも可能だった。車体構造はアルミニウム合金の大型押し出し型材を使用したアルミハニカム構造を採用しており、軽量化を図っている。床下の機器は、車体の床に取り付け後、 くさぎ板でカバーされており、本体の構造も含めて300系に近い構造である。車体は窓や扉の段差の騒音への影響を調査するため、窓のほとんど、または全くない車両と窓をフル装備した車両4車を設定している。側扉は3号車と4号車に1体ずつ設備する。先頭部の形状は両端で異なる形状とし、 比較検討ができるようにしている。1号車は極力平滑化したタイプ、6号車はさらに先頭部の勾配をなだらかにして、運転台部をキャノピー状に張り出させた形状である。台車は軸箱指示方式の異なる3種類、901と905が WDT-9101、902と906が WDT-9102、903と904が、 WDT-9103 を装備している。電動機の軽量化とも相まって100系に比べて約4割の軽量化に成功している。台車では曲線で空気バネにより車体を傾斜させる制御とアクチュエーターによって振動を防ぐ制御の2種のアティブ制御の試験を行った。電動機は WMT-923 と WMT-924 の2種。 歯車比は2.64である。パンタグラフは3種3機を搭載できるようにしていたが、終電性能の向上ではなく、低騒音パンタグラフの試験、開発が主な目的である。走行試験は2機、または1機のパンタグラフを挙げて行われた。1992年4月の落成後、博多総合車両所に配置され、6月8日に試験走行を開始した。 編成番号は W0 となった。さらに6月22日からは、地上設備を時速 350km 運転対応に整備した、おこおり、現、新山口から新下関間で高速試験を開始した。8月8日には、同区間で当時国内最高速の時速 350.4km を達成し、基本的な性能面では、 時速 350km での運転に支障がないことが確認された。8月下旬からは時速 300km 速度域での騒音関係の試験とアクティブサスペンション関係の試験を実施した。騒音低減のため、後の N700 系において採用される全州ホロ、通称成田ホロが試験されたが、耐久性などの問題から量産車には採用されなかった。 低騒音系パンタグラフの開発にあたっては、ドイツシーメンスのシングルアーム型パンタグラフ、初代 V 型に翼型船体を搭載して、試験を行った。しかし、負の揚力によって走行中に折りたたまれるという、事態も発生した。量産車に採用される翼型パンタグラフの他に、後に7 0 0系で採用される、シングルアームパンタグラフ、二代目 V 型も試され、 耐久試験も行われていた。しかし、高速度領域における騒音低減効果が小さいため、採用されなかった。終電装置からの騒音を低減するため、心臓時には300系に似た箱型のカバーが搭載されていた。終電装置からの騒音は低減できたものの、カバーが大きくなったために、カバーそのものから発せられる騒音とトンネル引き圧波が増加した。 その後、カバーから発せられる騒音を減らすために、終電装置の前後をできるだけ長いスロープとしたカバーが試験された。これを使用することによって、菱型パンタグラフの場合でも、時速 300km において、環境基準を満たすことができたが、重量増加という問題が解決できず、低騒音系パンタグラフを使用することによって、カバーの小型化、軽量化を図る方向に、方針転換した。 量産車で採用された外資カバーの他にも、700系で採用された側面に、ディフレクターを追加したタイプも試験された。1995年、平成7年に、本社を使用した試験は終了し、量産先行車、W1 編成の登場後、博多総合車両所にてお別れセレモニーを行った後、1996年、平成8年5月31日付で廃車となり、 両先頭車両を除いて解体された。残った先頭車は、博多方の500の901が、JR 前原駅近くの鉄道総合技術研究所、JR 総研風土技術センターの敷地内に、新大阪方の500の906が、博多総合車両所に保存れており、いずれもイベント時を除き非公開である。なお、営業車両での500系の最高速度を、 時速 350km とした場合パンタグラフから発生する風切り音のため騒音が環境庁、現環境省の騒音基準、線路中央から 20m で75デシベル以下を超てしまうことが判明した。車体傾斜装置が未搭載で曲線区間通過時の遠心力の問題が未解決だったことも考慮され、1994年夏に 量産車での営業最高速度は時速 320km に改められた。その後、阪神・淡路大震災の発生によって、非常制動距離の減収が必須となったことと、総合的な費用対効果の検討から、さらに時速 300km に改めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。